はい、どうもふむふむです。こんにちは。皆さんお元気でしょうか。私はね、今はすごく元気です。ただちょっと前まではだいぶやられてました。というのもね、足の、まあ、原因は足だけじゃないんですけど、まあ、メインは足ですね。足の痛みが取れなくて、まあ、びっこになってまずまずになって、それでね、まあ、ちょっと何か所かの病院ちょっと行って、聞いたらね、まあ、先生、まあ、それぞれの先生違うこと言うんですよね。で、まあそういうなんか、まあ、お医者さんの、まあ、整形の先生の不信感、そういったものがもろもろありまして、精神的にちょっとやられちゃってね、まあ、YouTube の方もどうしようかななんて思っていたんですけども、私のね、同級生に YouTube やってる者がいるんですよ。同じ時期始めて大体同じぐらいのチャンネル登録者がいるんですけれども、まあ彼にね、せっかくここまで来た YouTube なんで、俺の代わりにやってくれないかっていうふうに相談しましたら、まあ怒られて説得されせられましたね。2年間も YouTube やってきて、まあ、大変だったのに、ここまで育てたのになんでそんな簡単に捨てちゃうんだとかね、自分が足が悪くて、まあ、お店に行かれないってことであるんであれば、まあ、誰でも行ってもらってそれを編集して作ればいいじゃんっていうようなね、いろいろ説得してもらって、まあ、ありがたいことにね、接続してもらったんで、確かにそうだなと思い直しまして、まあもう先日ね、ちょっと先輩と一緒に、王先輩っていう人と一緒にね、一軒行ってきたんですけども、まあ人の手を借りながらね、また情報発信できればなと思っております。また今まではね、割と食がメインだったんですけども、他のものもね、できたら自分のね、この今のできる範囲でやれることをね、やっていきたいなと思っております。本当にね、ちょっと長い間ほっぽりっぱなしになってたんですけども、見捨てず、まだ登録解除しないでいただいた皆さん、本当にありがとうございます。精神的にやられてましたけども、今ね、なんと復活して、やる気になっておりますので、またね、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それじゃね、おそらく2日後ぐらいに、ちょっとね、この間先輩と一緒に行ったところを、紹介できると思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。